A4D、A-4 スカイホーク飛行する A-4E151194 号機、A-4 スカイホークは、ダグラス社が開発し、アメリカ海軍などで運用された、艦上攻撃機。愛称の、スカイホークは、空の高の井。当初は、A4D スカイホークの名称であったが、アメリカ軍による1962年の命名規則変更の際、 A-4 に解消された。1952年6月、アメリカ海軍から小型攻撃基礎 4D-1 の発注を受けたダグラス社は設計シ務社をエド・ハイネマンとして設計を進めた。ハイネマンは軽量、小型、空力的宣伝を追求すれば、おのずと高性能が得られるとのコンセプトに基づき、海軍側の見込んだ 機体重量14トンの半分に満たない6.7トンという小型かつ軽量な機体に仕上げた。1952年10月には全量産型や 4DE-1 の発注も行われている。1954年6月22日に初飛行。1955年10月15日には量産3号機が 500km 周回コースの速度記録を達成している。 A-4 は、デルタ翼を持つが主翼を折りたたまずに、航空母艦のエレベーターに積載できる、機体規模で、爆弾層を省略し、外部兵装は、翼カパイロンに搭載することとされた。折りたたみ機構や、爆弾層の廃止はそれぞれ主翼部や胴体部の軽量、かつ頑丈な設計に貢献した。翼カパイロンに搭載物を外装するには搭載物の、 効力低減が欠かせないが、搭載するマーク、80シリーズのエアロ 1A と呼ばれる8、1の全長直径比を持つ、抵抗力の外形は、本機の主任設計者ハイネマンによる1946年における、研究に基づくものである。その他にも方向打は1枚の薄板を、両面から桁で補強するなど、構造を簡潔にまとめて、小型軽量ながら堅牢な機体に仕上がっており、 このクラスの機体としては異例とも言える並走を搭載量を持ち小型の空母や900から1200メートル程度の野戦滑走路でも十分に作戦できる離着陸性能を有していたこの完成度の高さと簡潔さを合わせ持つ機体設計は信頼性、経済性においても優秀なものであったたった6本のボルトを外すだけでエンジンを取り出せるなど 整備性にも優れ、安価であることから、数多くの国で導入された。アメリカ軍で余剰化した機体が再生、回収の上で輸出された例も多い。1979年2月27日、マクドネルダグラス社ロングビーチ工場で完成した A-4M。本機は A-4 シリーズの最終製造機のため、特別記念塗装が施されている。 機体側面部には1979年までに A-4 を採用、導入したアルゼンチン、オーストラリア、イスラエル、アメリカ、クウェート、ニュージーランド、シンガポールの国旗が描かれている。1967年にマクドネルエアクラフト社と合併死社名がマクドネルダグラスに変更されて、以後も A-4 の改良、生産は継続され、1979年の 製造終了までの25年間に各型合計千九9 6 0機が製造された。この間にベトナム戦争に参加しイスラエルに供与された機体は第4次中東戦争に投入された。また、フォークランド紛争ではアルゼンチン軍の機体としてイギリス軍を攻撃した。さらには1991年の湾岸戦争時にもクウェート空軍の A-4 経由が イラク空爆に参加した。軽量で強靭な機体であったため、ハイネマンのホットロッドとあだなされ、操縦のしやすさから練習機としても運用された。また、良好な運動性から、アメリカ海軍戦闘機兵器学校においては、仮想的規約となったり、アメリカ海軍のアクロバット飛行チームである、ブルーエンジェルスで使用されたりした。高い機動性により、空対空戦闘で、 敵戦闘機を撃墜した事例も存在する。ベトナム戦争中の1967年5月1日、アメリカ海軍の空母ボノムリシャールから離陸した、アマイナス76スピリッツ攻撃飛行隊の、セオドア・ールスワーツ少佐の操縦する A-4、シースカイホークが、北ベトナム軍所属のミグ -17 を、対地攻撃用のズーニーロケット弾で撃墜した。 スワーツ少佐はこの功績により、シルバスターを授与された。1970年5月12日には、イスラエル空軍第109飛行隊の飛行隊長で、あり、ミスタースカイホークのニックネームで呼ばれたエズラドタン、大佐の操縦する A-4H スカイホークが、2機のシリア軍所属のミグ -17 を、対地攻撃用のロケット弾及び、デファ 30mm 機関砲で、 それぞれ撃墜した。アメリカでは、退役済みであり、高等練習機として TA-4 を長く使用してきたイスラエル空軍とシンガポール空軍でも、アレーニア・アエル・マッキ三百3 4 6に更新されて退役した。艦上機としては、AF-1 の名称で、ブラジル海軍の空母、サンパウロが2017年2月14日に退役するまで運用された。 また、各国で退役した機体には、ドラケンインターナショナルなどの民間軍事会社に、払い下げられて引き続き飛行しているものもある。命名規則変更後の形式番号に A-4、D はないが、これは、変更前の番号である、A4D との混同を避けるためである。海外向けについては口述するため割愛。ソ 4D-1 試作機。無武装。一機製造。 や 4D-1 全量産型。20mm 機関砲2門搭載。19機製造。A-4A。機種源の空中重油プローブは未設置最初の量産型。9個章 A4D-1。レーダーはなく昼間攻撃専用。ハードポイントは3箇所。146機製造。A-4B。ハードポイントは。 胴体と左右主翼それぞれの下部に1箇所ずつの、計3箇所、A-4B 級故障 A4D-2。空力面改良、空中給油用の自由プローブを奇襲無限に追加。542機製造。空母キティホークに着艦する A-4CA-4C 級故障 A4D-2N。この型よりレーダーを装備し、全天候能力を追加。カーチスライト製。 J65W-16C エンジンを装備。638機製造。A-4L 海軍予備役航空隊のための能力向上型。胴体上部にアビオニクスパックを装備し電子装備を A-4F 並みに強化。A-4C より100機回収。空母、コーラル C 艦上の A-4E。E、A-4C 以前の機体と異なり。 空気取り入れ口と胴体の間にスプリッターベーンが開けられている A-4E9 故障 A4D-5。エンジンを J65 から P&W 製 J52P-6A に換装するとともに、エアインテークに境界層を吸い込まないためのスプリッターベーンを設置した。ハードポイントを5箇所へ増設。電子装備強化のために機種が延長されている。後に、 胴体上部にアビオニクスパックを増設し性能を向上させた。496機製造。練習空母歴ントン艦上の TA-4、JA-4FJ52P-8、A エンジン搭載。あと200機が J52P-401 に換装。この型以降、前輪のステアリング機構を追加。背面のアビオニクスパックを生産段階より装備。 146機製造。ブルーエンジェルスで1973年から1986年まで使用された。TA-4FA-4F の複雑練習機型。241機製造。EA-4 回電子戦訓練機。4機が TA-4F より回収。TA-4J 複雑練習機型。 エンジンを水力低下型の J52P-6 に換装。ハードポイントを2箇所へ減らし、並走搭載能力も簡略化。227機が新規に生産された。後に、多くの TA-4F がこの形式に回収された。A-4M。機種先端部にアン、ASB-19A ハービスを装備している。OA-4M。 TA-4 回、J と異なり、キャノピーと垂直尾翼の間の胴体上部に、アビオニクスパックがある A-4M スカイホーク2、アメリカ海兵隊向けの形式。エンジンを、プラットホイット 2J52P-408A ターボジェットへエンジンに換装し、並走の搭載量を4.15トンへ、増加させている。電子装備も強化されている。 キャノピーもそれまでの形式よりも大型化され、パイロットの視認性を向上。固定武装である 20mm 機関砲の装弾数を各門に100発に増加した。機種先端部にあん AS、ASB-19 角度率爆撃システムを搭載したため外観は大幅に異なる。158機が製造された。OA-4M アメリカ海兵隊の前線航空艦制艦用。 23機が TA-4F より回収。A4D-3A-4B を元にした、能力向上型。命名規則が変更される、以前の計画機であり正式名は不明だが、窃盗記号で使用されていないアルファベットから取って、A-4J と思われる。A4D-4A-4C を元に主翼、などを回収したもの。仮に採用された場合、 窃盗記号で使用されていない A-4L と思われる。TA-4EA-4E、e、の複雑、練習機型。2機試作されたのみで量産はされていない。A4D-6A-4E の主翼などを拡大した形式。A-4 において使用されていない R 型と呼ばれていた可能性がある。A-4 スカイホークの運用国。赤、体液済み。 青、現役現役アルゼンチン空軍ブラジル海軍退役、済みアメリカ海軍アメリカ海兵隊アルゼンチン海軍、インドネシア空軍オーストラリア海軍退役済み、クウェート空軍シンガポール空軍ニュージーランド空軍、マレーシア空軍イスラエル空軍、アメリカ海軍戦闘機兵器学校、ブルーエンジェルス、および EN1965 フィリピン CA-4。 インシデントも参照アメリカ海兵隊の A-4、市域体構部左右に取り付けたジャトに点火しての短距離滑走離陸を行っている。A-4 は1956年9月から海軍と海兵隊の実戦部隊への配備が開始された。A-4 は、ほぼ同時期に開発された海 -8 クルセーダーや、K、海 -4 ファントム2よりも小型軽量であり、 1955年から収益が始まったフォレスタル級航空母艦はもちろんのこと第二次世界大戦期に建造されたエセックス級航空母艦やミッドウェイ級航空母艦でも容易に運用できた。海軍では1967年から A-7 コルセア2への更新が進められ、1976年までには海軍の前線攻撃部隊から引き上げられた。 一方、海兵隊では、A-7 コルセア2への更新は行われず、A-4 の運用が継続された。このため1970年からは、海兵隊独自の改良型である A-4M の導入も行われ、1979年まで生産が行われたが、1980年代中頃には、AV-8B ハリアー2に更新された。 複座型の TA-4 回、J は TF-9J クーガーの後継艦上高等練習機として採用され、T-2 バックアイでの訓練過程を終えた海軍の操縦士の高等訓練に用いられたが、1994年からは T-45 ゴスホークへの更新が進められ、訓練部隊からも退役した。ブルーエンジェルス仕様の A-4 回、 アメリカ海軍の極技飛行隊、ブルーエンジェルスにおいても、1974年に海マイナス 4J から A 4F に使用機種が更新され、1986年に海 A 18に更新されるまで使用されていた。ブルーエンジェルスの機体には、スーパーフォックスと呼ばれる特別な回収が施され、機体背面のアビオニクスパックや、主翼の 20mm 機関砲、 ECM 装備、主翼下のパイロンなどを撤去し、主翼前園スラットをボルト止めで固定した上で、ドラッグシュートとスモーク発生装置、背面飛行時の給油システムを追加した。このほか、九百六十九年三月三日に、設立されたアメリカ海軍戦闘機兵器学校にも、海マイナス五 e 海タイガー2と共に配備され、A マイナス四はミグマイナス十七、海マイナス五は、 ミグ -21 をそれぞれ模した仮想敵機として活動した。アグレッサー飛行対応の A-4 には機体背面のアビオニクスパックや 20mm 機関砲を撤去するなどのマングース回収が施された。ベトナム戦争、編集誘爆事故直後のフォレスタル、ベトナム戦争も参照ベトナム戦争における A-4 の実戦投入は、 1964年8月2日のトンキンワン事件の報復として、同年8月5日に実行されたピアスアロー作戦に、空母、タイコンデロガの第5空母航空団及びコンステレーションの第14空母航空団が投入されたのが最初である。この作戦の最中、バ -144 所属の A-4C が対空火器によって撃墜され、 パイロットのエバレット・アルバレス・ジュニア、中尉は緊急脱出に成功したが、北ベトナム軍の捕虜となった。この後、1965年2月7日より、実施されたフレーミングダート作戦や、同年3月2日より実施された、ローリングサンダー作戦において、ヤンキーステーションに遊浴する空母を拠点に、空軍機と共同で北爆に参加するようになる。また、 南シナ海とメコンデルタの間の海域に設置された力士ステーションにも空母が配置され、こちらは南ベトナム領内における陸軍、海兵隊のための近接航空支援を主任務とした。海兵隊航空団も1965年からダナン、チュライ、ビエンホアの基地に展開し、味方地上部隊に対する近接航空支援を行った。1967年5月1日には、 アメリカ海軍の空母ボノムリシャールから離陸したアマイナス76スピリッツ攻撃飛行隊のセオドア・ール・スワーツ少佐の操縦する A-4 が北ベトナム軍所属のメイマイナス17をズーニーロケット弾で撃墜した。スワーツ少佐はこの功績によりシルバースターを授与された。1967年7月29日、ホレスタルの飛行艦板上で ズーニにーロケット弾を搭載した回マイナス4、ファントム2が電気配線のショートによる誤射を起こし、車線上の A-4 を直撃。航空燃料による火災から航空爆弾が次々に誘爆して134名の乗組員が死亡、艦載機21機が破損する大事故が起きた。直撃した A-4 に登場していたのは、 当時少佐であったジョン・マケイン3世であり、直撃からわずか90秒後に機に搭載されていた爆弾が爆発前に脱出したが、爆発の破片で負傷した。マケインはすぐ A-4 のパイロットとして復帰し、10月26日にハノイ市の火力発電所の攻撃に参加したが、S-75 によって撃墜され、5年間を捕虜として過ごした。博物館に展示されている。 A-4P アルゼンチン海軍の A-4Q アルゼンチンはアメリカ国外最初の A-4 スカイホーク導入国である。アルゼンチンは1965年にアルゼンチン空軍用にアメリカ軍中古の A-4B、A-4C を合計75機購入した。アルゼンチンに引き渡される機体はオクラホマ州タルサにある。 ダグラス社の工場にて大規模な回収を受けた。A-4B は大規模な回収を受けたため、アメリカ側では A-4P の形式名が与えられたが、アルゼンチンでは A-4B の形式名で呼ばれた。A-4C についても主翼のスポイラーと前輪のステアリング機構、主翼下に2カ所のハードポイントを追加する回収を受けたが、アメリカ側では、 特別に新しい形式名は用意されず、アルゼンチンでも A-4C の形式名を維持した。第1バッチの A-4P25 機は1966年、第2バッチの A-4P25 機は1967年、第3バッチの A-4C25 機は1976年に、それぞれアルゼンチン空軍に引き渡された。A-4P には、 C-201C-250A-4C には C-301C-325 の空軍シリアル番号が与えられた。A-4P は第5航空旅団霊下の第5戦闘航空軍 A-4C は回 -86 回セーバーの後継として第4航空旅団霊下の第4戦闘航空軍へそれぞれ配備された。 1971年にはアルゼンチン海軍も16機の A-4B を発注した。海軍が購入した機体もオクラホマ州タルサの工場で大規模な改修を受け、アメリカ側では A-49 の形式名が与えられたが、こちらもアルゼンチンでは A-4B 形式名で呼ばれた。A-49 は前期がアルゼンチン海軍航空隊の 第3海軍戦闘攻撃飛行隊に配備され、海級海、パンサー、クーガーの後継として1969年にアルゼンチン海軍に収益したばかりの空母、ベンティシンコデマイオの艦載機となった。A-49 には、3A-301 から 3A-316 のシリアル番号が付けられた。フォークランド紛争、編集発信準備を整えつつある。 アルゼンチン空軍の A-4C。機種側面に、フェルサエーリアアーチェンティア、ホーブラガダエエリアと書かれているのが読める。詳細は、フォークランド紛争及び、EN、アーゲンタインエアフォーセスインザ・フォークランズォーを、参照1982年3月には、フォークランド諸島侵攻を行う艦隊に随伴する、空母、ベエンティシンコデマイオニ6機の A-49 が、着艦した。 フォークランド紛争勃発に伴い、5月1日に空軍の第4戦闘航空軍は、プエルト・サン・フリアン、第5戦闘航空軍は、リオ・カジェンゴスに移動した。海軍の空母、ベンティシンコ・デ・マイオから、S、S-2E トラッカーイギリス空母を捜索するも、標的を発見できなかったため、発艦はしなかった。翌2日には、イギリス空母艦隊が A-4 の、 戦闘行動半径外に退避してしまったことや、天候不順による重装備の機体の発艦に対する不安があったため、この日も空母、ベエンティシンコデマイオの A-49 の発艦は見送られた。同日の巡洋艦、ヘネラル・ベルグラの撃沈の砲もあって、空母は母港に帰還した。これにより、5月9日からは、第3海軍戦闘攻撃飛行隊は、 フエゴ島のリオグランデを基地として、イギリス艦隊攻撃に参加する。5月25日に、リオグランデ基地を発進したアルゼンチン空軍の A-4 は、イギリス海軍の駆逐艦、コベントリーを攻撃、1機が撃墜されたものの2機が投下した、爆弾3発が命中、同艦は19人の死者を出し撃沈された。フォークランド紛争の結果、アルゼンチン空海軍は、イギリス艦隊に、 多大の損害を与えるも、22機の A-4 を失い、19名の操縦士が戦死したフォークランド、紛争終結後、編集、EN、ロッキード・マーチン A-4AR ファイチンホークも、参照、A-4AR ファイティングホーク1983年、アメリカはアルゼンチンに対する航空機の禁輸措置を行ったため、アルゼンチンは、 A-4 の後継機や予備部品の入手が困難となった。また同年に第4戦闘航空軍はイスラエル空軍から移管されたミラージュ・ファイクジ・ BJ に機種転換を行い、残存の A-4C を第5戦闘航空軍に譲渡した。海軍では1986年に第3海軍戦闘攻撃飛行隊が解体され、 A-49 も1988年に4月に退役した。アメリカは1994年にアルゼンチンに対する航空機の禁輸措置を解除し、アルゼンチン空軍に米海兵隊から退役した A-4M32 機と OA-4M4 機を近代化改修の上で引き渡す契約を結んだ。36機の A-4M、OA-4M は、 ロッキード・マーティンにより、アン・アーグ -1 レーダーの搭載などの近代化回収を受け、A-4AR、OA-4AR ファイティングホークと呼称された。1995年に第一バッジの8機がアルゼンチン空軍に引き渡され、2000年5月31日までに36機前機の引き渡しが完了した。これに伴い、既存の A-4P、 A-4C は1996年に運用を終了した。引き渡し後の A-4AR、OA-4AR OA は第5航空旅団霊下の第5戦闘航空軍に集中配備されている。EN、マグナネルダグラス A-4G スコヨーホークも参照オーストラリア海軍の A4G1965 年、オーストラリア海軍は空母。 メルボルンに搭載するデハビランドーベノムの後継艦載機として14機の S-2E トラッカーとともに新造機の A4G8 機と TA4G2 機を計4600万 US ドルで発注し1967年に受領した。さらに1971年には A4G8 機と TA4G2 機を追加導入するが、これは 9枚海軍の A-4E と TA-4F を回収した機体であった。導入された機体は、まずは飛行訓練を主任務とする第724飛行隊に配備された。そして1968年1月10日付で、実戦部隊である第805飛行隊に配備された。しかし、1982年6月30日付で、メルボルンが退役すると、 A4G は存在意義を失い、第805飛行隊は同年7月2日付で解体され、第724飛行隊も1984年6月30日付で解体された。A4G、TA4G は退役まで1 0機が事故で失われ、残存していた A4G8 機と TA4G2 機は1984年にニュージーランド空軍に売却された。 消耗戦争、第四次中東戦争、デワノン侵攻及びデワノン侵攻も参照、A-4H アメリカ国内での試験飛行時に撮影されたため、アメリカ軍の国籍マークをつけている。TA-4H ビブの廃棄口下部にドラッグシュートが収容されている。A-4M の回収型である A-4N、第102飛行隊所属機。 第四次中東戦争後、エンジン廃棄口を延長する改修が行われた。噴射口を延長された A-4。垂直尾翼の形状から、アメリカ軍から提供された中古の A-4EF と推定される。第147飛行隊所属機。イスラエルは海外ユーザーで最も多数の A-4 を導入した。心臓機だけでも232機を発 イスラエル空軍では A-4 シリーズにアヒト、英語、エイト、ヘブライ語、ワシのイのニックネームを付けて運用した。イスラエル政府は1966年に A-4F をベースとした改良型の A-4H を48機発注した。A-4H は機体配部のアビオニクスパックが装着されてないほか、改良型のイフとドラッグシュートを装備している。 また、垂直尾翼の上面が角張っているのも外見上の特徴である。この他、受領後に機関砲をデファ3 0ト、mm、ル機関砲に換装した。イスラエル空軍は翌1967年より A-4H の受領を開始し、最初に第109飛行隊に配備され、1968年には作戦可能状態に入った。 最初の実戦投入は1968年の後半でヨルダン川西岸地区でのファタハの拠点攻撃に投入された。また同年にはさらに A-4H42 機と複雑練習型の TA-4H25 機を追加発注した。A-4H は1967年6月の 第三次中東戦争には間に合わなかったが、1969年3月に勃発した消耗戦争から本格的に投入され始めた。1970年8月6日にアメリカの仲介で消耗戦争が停戦が成立するまでに10機の機体を失った。消耗戦争期間中の1970年5月12日には第1 9飛行隊の飛行隊長であり、 ミスタースカイホークのニックネームで呼ばれたエズラドタン、大佐の操縦する A-4H が2機のシリア軍所属のメイ -17 を対地攻撃用のロケット弾及びデファ 30mm 機関砲でそれぞれ撃墜した。これはイスラエル空軍での A-4 の空対空戦闘での唯一の撃墜記録となり、世界的にも数少ない事例の一つとなった。 イスラエルは1971年にアメリカから中古の A-4E60 機を受領したほか、1972から1973年にかけて4機の TA-4F も受領をした。さらに1971年には A-4M をもとに機関砲をデファ 30mm に換装するなどの回収を行った A-4N を117機発注し、 1972年から1976年にかけて受領をした。1973年10月6日から23日にかけての第四次中東戦争では大地攻撃任務に従事したが、エジプトシリア軍の SA-6 ゲインフルや SA-7 グレール10-23から4などにより53機が撃墜された。しかしながら、 10月14日から11月14日にかけて行われたニッケルグラス作戦によりアメリカ海軍海兵隊から46機の A-4E 海が供与された。第4次中東戦争の期間中 A-4 は通算4695回の出撃を行った。1974年には17機の TA-4J が追加供与され、 1992年から1994年にも3機の TA-4J が供与された。第4次中東戦争後、イスラエル空軍は残存の A-4 全機にエンジン噴射口を延長する回収を行った。この回収は、以前イスラエル空軍で運用されていたシュペルミステールに施された回収と同様のもので、排気温度を低下させ、 赤外線追尾型のミサイルからの回避能力を高める廃棄場所を機体から遠ざけることで赤外線追尾型のミサイルの爆発から機体本体を守るという目的によるものである。これと並行して1972年から A-4H をアビオニクスパックの追加などで A-4N 規格に回収する回収も行われたほか、 アメリカから供与された中古の A-4E 海に対しても機関砲の乾燥やドラッグシュートの追加等の回収が行われた。また、1980年から1982年にかけて31機の A-4E と2機の TA-4H がインドネシア空軍に引き渡された。1982年のレバノン侵攻や2006年のレバノン侵攻にも 実戦投入された。1983年5月1日には、イスラエル南部地区のネゲブ砂漠上空で、医師航空機戦闘訓練を行っていた第106飛行隊所属の F-15D と、第116飛行隊所属の A-4N が空中衝突し、海 -15D は、右主翼が失われた状態で、約 15km 離れた、ラモン空軍基地に着陸した。 A-4N は墜落したが、パイロットは、脱出に成功した。詳細は、ネゲブ空中衝突事故、参照1980年代中旬以降、第一戦部隊の装備がクフィルや F-16、回 -15 に更新された後も、高頭練習機として運用が続けられていたが、イスラエル空軍は2012年に後継として、アレーニア・アエルマ・マッキー M-346 の、 導入を決定した。2015年12月13日、ハテリム空軍基地で公式退役セレモニーが開催され、イスラエル空軍から退役した。運用飛行隊ニュージーランド空軍の A-4KA イジム -65 マーベリックを発射する、複雑型の TA-4K、カフ計画及び EN、マグダネルダグラス a 4ースコヨーホーク、ロイヤル、ニュージーランドエアフォースも、 参照1970年、ニュージーランド空軍はアメリカから心臓の A-4K10 機と TA-4K4 機を受領をした。受領した A-4 はデハビランドヴァンパイアの後継として、第75飛行隊に配備されたほか、訓練部隊の第14飛行隊にも1971年から1975年にかけて最大4機が配備されたが、 1975年には、第14飛行隊から A-4 は引き上げられた。さらに1984年には、オーストラリア海軍で余剰となった中古の A4G8 機と TA4G2 機を購入し、これらの機体は、同年12月に編成された第2飛行隊に配備された。1986年より、ニュージーランド空軍は保有する20機の A-4 に、 カフ計画と呼ばれる大規模な近代化改修を行った。これにより、ニュージーランド空軍は、海 -16 や海 A-18 に匹敵する戦闘能力を持つ機体を手に入れることができた。ニュージーランド空軍は1999年に国民党のジェニー・シップリー内閣の下で A-4 の後継として28機の f 十六 a B の導入を計画したが、 2001年に労働党のヘレン・クラーク内閣はニュージーランド空軍から戦闘機の全廃を決定。これに A-4 を装備していた第2、第75の2個飛行隊はともに同年12月13日付で解体され、A-4 は後継機の選定も行われることなく退役した。EN、ST エアロスペース A-4SU スーパー、スコヨーホーク及び ブラックナイツも参照、A-4S スカイホーク A-4SU、スーパースカイホーク TA-4SU、スーパースカイホーク他の国の複雑型と異なり、前後独立したキャノピーを備える A-4SU、スーパースカイホークのコックピット A-4S、TA-4S、編集シンガポール空軍,軍は、1972年に、アメリカから47機の中古の A-4B を、 購入し、そのうち40機を A-4S、7機を複座型の TA-4S に回収すること。購入された機体は、まず8機がアメリカのロッキードやサービシーズにおいて以下の改良を受けた。A-4S は1973年7月14日に初飛行し、残りの32機も1972年から1977年にかけてシンガポールで、 同様の回収が行われた。また複座型の TA-4S は新しい胴体全部区画を取り付けて機体全長を28インチ延長し複座型とした。これは前後座席のキャノピーが独立しているという他国の複座型 A-4 には見られない特徴があるほかエンジンも単座型 A-4S と同型のライト J65 が使われている。これらの機体は 600番台の3桁の機体番号が与えられた。1973年に天賀空軍基地飛行訓練学校に配置されたほか、1975年からはチャンゲ空軍基地の第142飛行隊と第143飛行隊にも配備された。A-4S-1、TA-4S-1、編集1980年、 シンガポールはさらに86機の A-4 を購入し、これらの機体のうち A-4C に新たに近代化回収を行い、A-4S-1 として導入することを決定した。A-4S-1 に行われた回収は、基本的に A-4S と同様であるが、機関砲は A-4 の標準装備であるマーク 1220mm 機関砲のままとされ、 ドップラー広報装置の搭載も見送られた。1983年には1980年に購入した A-4B のフレームを利用して8機の TA-4S-1 が製造された。ATA-4S-1 は既存の ATA-4S と区別するために900番台の機体番号が与えられた。後には機種飛び部に レーダー警戒受信機が装備されたほか、機体後部左右にチャフフレアディスペンサーも装備された ATA-4S-1 は ATA-4S とともに飛行訓練学校との第142飛行隊、第143飛行隊に配備されたほか、1984年に新たに天河空軍基地で編成された第145飛行隊にも配備された。 A-4SU, TA-4SU スーパースカイホーク、編集1980年代に、多くの A-4S、A-4S-1 に対し、寿命を延長のための広範囲な近代化改修が、行われた。最大の変更点はエンジンであり、既存の J65 ターボジェットから、アフターバーナーのないゼネラルエレクトリック海404。 GE-100 リーーボファンに乾燥されたことにより、水力は1万千ポンドに増強された。エンジン乾燥を受けた機体は、外見上の特徴として、左減空気取り入れ口の脇に、エンジン補機冷却用の小さな空気取り入れ口が追加されている。エンジンのほか、タービンスターターや油圧装置、潤滑油冷却機などに対する改良が行われた。この他には、 フェランティ千5 0 1 h u d アン、オスマイナス35ペーブ、ペニーレーザースポット追尾装置などの新型アビオニクスの追加が行われた。この機体は A-4SU、TA-4SU TA スーパースカイホークと命名され、1984年から1989年にかけて既存の A-4S、A-4S-1 や TA-4S、TA ta-4s からの回収が行われ、飛行訓練学校および第、第142、第143、第145の3個飛行隊に配備された。1997年からは、高等飛行訓練のために、フランスの加造空軍基地に派遣された第150、飛行隊にも配備された。極技飛行隊、ブラックナイツにおいても、1990年代に、 解マイナス 5E タイガー2の後継として採用され、2000年代に解マイナス16に更新されるまで運用された。2003年には第142飛行隊が解体となり、同年には第143飛行隊は解マイナス 16CD に機種転換した。翌2004年には第145飛行隊も解マイナス 16CD に機種転換し、 実戦部隊から A-4SU は姿を消した。2005年には飛行訓練学校から退役した後も、フランスに派遣された第150飛行隊の機体が、高等訓練用に運用され続けていたが、2014年9月3日付で、第150飛行隊もアレイに会える末期 M-346 への機種転換が完了し、シンガポール空軍の A-4 はすべて退役した。 発信体制に入った A-4KU、機体側面にフリー、クウェートと書かれている。1974年、クウェート政府はマクドネルダグラス社との間で新規製造された30機の A-4KU と6機の TA-4KU、合計36機を2億5000万 US ドルで購入する契約を交わした。 A-4KU と TA-4KU は、それぞれ A-4M と OA-4M に相当する機体であるが、核兵器や A、A ジム -45 シュライクアーム、A ジム -62 ウォールアイ誘導爆弾の運用能力と ECM 装備が省略されている。機体の引き渡しは1977年により、開始され、クウェート空軍に納入された機体は、 アフマド・アルジャービル空軍基地の第9飛行隊と第25飛行隊に配備された。1990年8月2日、イラクの共和国防衛隊がクウェートへの軍事侵攻を開始した際、クウェート空軍の A-4KU2 機が出撃し、共和国防衛隊の機構部隊に攻撃を加えたほか、イラク軍のヘリコプター3機を撃墜した。その後もクウェート空軍の A-4 は、 アフマド・アルジャービル空軍基地の滑走路が、イラク空軍の爆撃によって破壊された後も、近隣の高速道路を臨時滑走路として、交戦を続けたが4機の A-4KU を失った。さらに8月4日早朝には1機が事故、4機がイラク軍の攻撃で失われた。残存の24機は8月4日昼頃に、クウェート国内での交戦を断念し、 サウジアラビアのキング・アブドゥル・アジズ空軍基地へ脱出した。サウジアラビアへ脱出した部隊は同じくクウェート空軍で採用され、クウェート国内から脱出したミラージュ海一と共に自由クウェート空軍を編成した。1991年1月17日に砂漠の嵐作戦が開始されると自由クウェート空軍の A-4 も本作戦に参加したが、 A-4KU のうちの1機が、イラク軍の10-23の4シルカもしくは、レーダー誘導式サムによって撃墜された。パイロットのモハメット・アルムバラク中佐は緊急脱出に、成功し、イラク軍の捕虜となった、湾岸戦争終結後、クウェート空軍の A-4 の残存機は、海、A-18C、D に更新されて退役し、モスボール保管状態に置かれていたが、 1997年に23機がブラジル海軍に売却された。インドネシア空軍の A-4E 機関砲は、イスラエル空軍時代に、レファ3 0ト、mm、ル機関砲に換装された。インドネシア空軍は、1980年から1982年にかけて、イスラエルから中古の A-4E31 機と TA-4H2 機を受領し、1999年には、 アメリカから2機の TA-4J を追加受領した。受領した機体は1980年に東部を担当する第2空軍作戦コマンド励下の第11飛行隊に T-33 の後継として、1983年5月には西部を担当する第1空軍作戦コマンド励下の第12飛行隊に MIG-19 の後継として配備された。 両飛行隊の機体は、ニューギニア東西部のパプア紛争とティモール東東部の東ティモール紛争において、自由パプア運動や、東ティモール独立革命戦線のゲリラ、鎮圧作戦に参加した。1996年に、第12飛行隊が、ホークマーク109、209に、騎士転換し、第11飛行隊も2004年に、スマイナス27。 マレーシア空軍の A-4PTM スカイホーク。ハードポイントの数や機体上部のアビオニクスパックなど、A-4E、回、e、M に似た特徴も多いが、空気取り入れ口が機体に近づけになっている点は、それよりも旧式の A-4A、B、C、L に共通する特徴である。マレーシア空軍の複座型 t a 四 PTM スカイホーク。TA-4 回 J と同様に、前後座席で一体のキャノピーを装備している。マレーシア空軍は1982年に、アメリカから、中古の A-4C25 機と A-4L63 機、購入する契約を交わし、引き渡しは1984年から始まった。これらの機体は、当初のマレーシア側の計画では54機の、 単座型と十四機の複座型に回収する予定であったが、四十機がグラマン社によって回収され、三十四機が単座型の a 四 p t m 六機が複座型の t a 四 p t m に回収された。この回収によって、ハードポイントは a 四 e 回 M と同様に五箇所に増やされたほか、a 四 c からの回収機にはアビオニクスパックが追加され、 AIM-9 サイドワインダーアムや a ジム6 5マーベリック ASM の運用能力も付与された。回収された機体は A、TA-4PTM は、クアンタン空軍基地の第6飛行隊と第9飛行隊に配備され、1990年代、半ばにホークマーク108、マーク208に更新されて退役した。空母に着艦する。 ブラジル海軍の AF-1 ファルカン1997年、ブラジルはアメリカの仲介により、クウェートからタンザ型の A-4KU20 機と、複座型の TA-4KU3 機を7000万 US ドルで購入した。1998年に、ブラジル海軍航空隊への引き渡しが完了した。あとは、広範な整備とアップグレードが行われ、タンザ型は AF-1。1 複座型は AF-1A に改名され、ファルカンの愛称が付けられた。同年10月2日には AF-1 の運用部隊である第一迎撃攻撃飛行隊がリオデジャネイロ州のサンペドロダールデア海軍航空基地において編成され、2000年4月20日には同基地に整備施設やハンガーなどの運用設備が完成した。 ブラジル海軍の AF-1 のパイロットの騎士転換空母着艦訓練はアメリカミシシッピ州のメリディアン海軍航空基地に駐屯する第7訓練飛行隊とアルゼンチンにおいて実施された。2001年1月18日には空母ミナスジェライスへの着艦も成功し、ブラジル海軍は固定翼の戦闘爆撃機による作戦行動能力を獲得した。 ミナス・ジェライスの退役後は、サンパウロを母艦として、活動を開始した。機体は受領当初、今後20年近くにわたって6000時間程度まで運用可能とされていたが、一部の機体のエンジンファンブレードに腐食が見つかり、回収が必要となったものの資金難と回収を、発注したロッキード・マーティンとの契約問題などにより、遅延を余儀なくされた。2009年4月14日、 ブラジル国防省とエンブラエルは9機の AF-1 と3機の AF-1A の K12 機に近代化回収を行うことで合意した。この回収においては以下の要素が盛り込まれている。また、下機の各種新型兵器の運用能力も付与されると言われている。この回収を受けた機体はタンザ型は AF-1B。 複座型は AF-1C と解消される予定となっており、ブラジル海軍では、この改修によって AF-1 を2025年まで運用を続ける予定である。2015年5月26日には、改修が完了した短座型 AF-1B の一番機が、ブラジル海軍に引き渡された。A-4 三面図点、EN、A-4 スホーク初性能武装。 ウルトラマン80オーストラリアユム所属機として赤い塗装を施された機体が登場。最終回にて第27話で極東エリアからオーストラリアゾーンに転属となった原田隊員と田島隊員が登場し、マーゴドンに苦戦する極東エリアユムのもとへジャイアントボール作戦を支援するために駆けつける。そして燃料不足に陥っていたスカイハイヤーへ空中給油を行うと、 マーゴドンに冷凍弾を投下して、動きを封じ込め、巨大鉄球をぶつけるチャンスを作る。デルタフォース、イスラエル空軍機が登場。デルタフォースと救出された人質を乗せて、レバノンから脱出してきた、アメリカントラベルウェイ282便を、イスラエルのベングリオン国際空港まで護衛する。トータルフィアーズイスラエル空軍機が登場。冒頭の、第四次中東戦争にて、 核爆弾を搭載し離陸するが、撃墜される。トップガントップガンの教官が登場する、仮想的機として登場。主人公が登場する回マイナス14トムキャットと、ドッグファイトを繰り広げる。ライトスタッフ、アメリカ海軍パイロットであるアラン・シェパードの蒸気として、登場。エリア88アスラン王国空軍に所属する、傭兵部隊の主力機として登場。 代表的な登場者は、グレッグ・ゲイツ、バクシー・マローン、キャンベルなど。スーパー・ゼロ、ウォー・ゲーム・レッド・ドラゴン・な当陣営のアメリカ軍デッキで、使用可能な航空機として、A-4F と A-4M が登場。エース・コンバット2回 -4 ファントム2と共に、ゲーム開始時から使用可能な機体として登場。ストライク・ファイター・プロジェクト年代のアメリカ製軍用機を、 使用可能なフライトシミュレーター。代表的な航空機として A-4 の B があったから買い方まで使用できる。フィクショナルトルーパーズメカール共和国軍のランク1として選択可能。リプレイ激画には1機だけ試験導入された GPU-5A30mm ガンポットを胴体化へ装備した機体が登場している。ありがとうございます。